琵琶湖で結構厄介なことを起こしています。成長の速度が速いだけじゃなくって、なかなか完全に取りきれないという、ある時行ったらまた再生していると、人手ではとても追いつかないと。皆さんこんにちは。琵琶湖博物館の学芸員の中井勝樹です。私はこの琵琶湖博物館で、主に外来種の研究をしているわけですけれども、今回はその外来種のお話です。琵琶湖の外来種といいますと、まず多くの人たちが思い浮かべるのはブラックバスとかブルーギル、いわゆる外来魚と呼ばれるものだと思いますけれども、例えば最近のニュースですとアメリカザリガニがどうだとかカミミガメがどうだとかありますけれども、植物も大きな問題になっています。でその植物の一つがここにあります大花水金梅という黄色い花のパネルがありますけれども、この植物を含めた外来の水生植物と呼ばれているものです。琵琶湖で結構厄介なことを起こしています。で今回はですね、どんな問題が起こっているのか、そしてそれに対してどういう対策が取られて今どんな状況なのかということをですねご紹介したいと思いますので、それでは皆さんと一緒に現場に行きましょう。大花水金梅は、琵琶湖ではですね2009年に142平方メートルの群落が堤防の向こう側の赤の井湾の一角で見つかりました。その後ですね、この堤防を挟んだこちら側の内湖にもですね侵入して、内湖の水面もどんどん覆って広がるようになってきて、漁師さんの船が通れなくなったり漁具が仕掛けられなくなったりとかですね、そういう漁業被害も出てきてですね、実は2013年からこのエリアのですね大花水金梅をなんとか積極的に駆除してみよう、その結果なんですけども、人手ではとても追いつかないということが分かりました。琵琶湖の南湖東岸では大花水金梅がもう急に増えてきまして、でそこでですね登場したのが機械を用いた駆除です。いわゆる建設機械、バックホーですよね。アームの先っぽを大花水金梅の塊に落としてですね、で掴んでそのアタッチメントぐるぐる回転するんですよ。フォークでスパゲッティを絡め取るような形でくる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 巻いてると、どんどん巻き取れてくると。で最後たくさん集まったところで掴み上げて、で横にあるトラックの荷台に乗せるという、そういう作業でですね琵琶湖の水草を取るというやり方が編み出されたわけですね。この水路全体で7、8万平米あったんですよね。そうですね。ところどころには根っこがありますけれども、基本浮かんだ茎、葉っぱが広がって道に生えてこうなると。2019年、こうやって花が咲く前に刈り取ってしまいました。どうやって刈り取ったんですか？これはハーベスターという水草刈り取りの専用の作業船を。ハーベスターっていうのは、船がずっと前進していって、バリカンみたいなので、すくい上げて、刈り取って、で、取っていくと。で、ベルトコンベヤーだけ取っていくっていう形で、基本的に横からアプローチして取っていくので、人力と機械力を併用して、できるだけ取り残しのない漁師です。特にこの植物、すごく成長の速度が速いだけじゃなくって、なかなか完全に取りきれないという、もう大丈夫だろうと思って放っておくとですね、ある時行ったらまた再生してると。現場今から行ってみますね。でこの辺見るとほらほら生えてますよね。これ全部大花水金梅、根っこの部分ですよね。土に入ってる部分ですよ。これ大花ね、こういうね白くて太いなんかちょっとスポンジ状の根っこができるのも特徴なんですけども、湿地とかに入るときにこういう根っこがよくできますね。水際に入る場合ですね。でこうやっているとね、これだけほらすぐ葉っぱのかけら散りますよね。これ全部ちぎれて、これそれぞれが別々の植物になって生えていくので、こうやって作っておかなきゃいけないかな。人が歩くだけで実は分散に加担してるんかな。琵琶湖の水位が時々上昇するわけですけれども、水位が上昇すると何が起こるかというと、あちらの湖の方からずっとですね川を葉っぱとか茎が遡ってくるということがあります。
特にこのたどり着いた一番上流の端っこに根を下ろして増え出すと下流の方向へずっと増えていくと。実はその辺まで大花が生えてたんですけど、春先の雨でですね、下からですね20メートルか30メートルガバッとちぎれてなくなってるんですよ。でどうしたかなと思ったら、この川ずっと出ていった先の琵琶湖に川の形を長方形をした群落がそのままぷかぷか浮かんでた、そういうことがありました。アスファルト地なのでね、ある程度薄く広げておくとやっぱり乾いて枯れていくんですよ、時間が経てばね、特に夏場で。そうやって枯らして十分に乾燥させて、それからクリーンセット。でこの茶色く枯れたのは全部刈り取ったね、主に大花水金梅ですけど、この辺黄色を花咲いて青々と茂ってますよね。水からあげて置かれても自分の仲間を土としてちゃんと陸生植物として生え続けてるわけですよ。ヨシとかと混成してるところなので、なかなかね綺麗に取り切ることが難しいということと、あとは流出リスクは比較的低いということで、対策が後回しになっているというのが現状ですね。ただこのままでやっぱり放っておくわけにもいきませんので、おいおいこういうエリアもですね、例えば駆除したエリアを少しずつ奥の方に広げていってですね、最終的には全体をほぼほぼ大花のない状態に持っていけたらなと思いますけど、少し時間をかけながらこういうところやっていきたいと。このエリアはね、もう一面わーっと生えてて、大規模にものすごくたくさん取った大花水金梅の8割ぐらい戻ってしまったんですよ。すぐに再生してしまうということが分かったので、残されてた部分もですねしっかりと取って、でその後再生しないような巡回監視をすることによって、ずっと今ではほぼゼロの状態を抑えてます。やっぱり琵琶湖を戻したいということですよね。で完全には戻らないけれども、で戻したいレベルとしてはやはり持続可能な形で維持できるところまでは戻せたいなっていうのがあって、やっぱり在来魚が戻ってくるぐらいにまでは戻したいなと。で大花水金梅長い鶴のゲートだってゼロには絶対できません。しかし例えばあの在来の動植物にはほぼほぼ影響がない程度にまで抑えるとか、あるいは漁業に問題がない程度に抑える、あるいは農地に入るリスクが低くなるぐらいに抑えるとか、そういう形でやはり低密度に抑えるというのはすごく大事なことなんですよね。大花水金梅は黄色くて特徴のある花が咲きますのでね、ぜひもしこういう花を見つけられたらですね、県の方にお知らせいただければ速やかな対応ができるんじゃないかなと、そういうふうに考えています。琵琶湖は固有種をはじめとして様々な魅力に満ち溢れています。でそのいろいろな魅力を知ることができるのがこの琵琶湖博物館という場です。ぜひ皆様もですね、この素晴らしい琵琶湖を地域の宝物としてみんなで未来に引き継いで守っていくためにですね、手を携えて皆さんと一緒に頑張っていけたらなと思っておりますので、よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。